こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。朝ごはんに私がパンケーキ作ってあげます。久しぶりですね、キラファンサマーメモリーは。もうやってるか。ファって何？RPG 不動産か。コルク、よろしく。入り用のものがあればうちの店に来て。足りない。おはよう。サワリカルベ。ホタの仲良しだ。いいえ。よくできました。ちゃんとお留守番しててくれた。頑張ってるわね。出かけてくるけど、あとは頼むわね。準備はいい？ほら、出かけるよ。この辺のパワーアップもしないといけません。ご飯できたで。味見してもらってもいいかな？あなた、とても優しい、はい、私、嬉しい。ちょっと待ちましょう。図書館で行って、湯ゲームのホタル、あそんなことは、そのあれ？ん？あのね、なるほど。徹底的に書くことが大事ですっていう風に。うん。ん？あれ？漫画家も言ってましたよね。ございます。ほむほむ。ぷぷぷ。はい。もう、はい。これすごい難しいクエストだったからな。チャレンジクエストまだ早いしな。もう新章が追加されたって。スメラギウツツ、16歳、女子高生よ。
とりあえず第2章ニューゲームですね。土属性あとあったっけ、まだないのかな。あった、よし行くぞ。それで神殿にはどう行けばいいのかな。この先の港町から海の向こうへ渡ろう。それが一番、うん、どうしてにここま、またクリエメイトが人の、ちゃっちゃと終わらせますか。まだまだ行くよ。ちょっと本気出しちゃうからね。元気になる歌です。私の力持っていって、キャー当たって。ホタル、私にできることをおめでとう。一安心だね。本田たまき、よし行くぞ諸君。ドカンと一発いきますか。こう来るとは思わなかったろう。みんなのこと信じてるから。みんな大丈夫ですか。まだまだ行くよ。やるしかないよね。私だって、やればできる。負けないからね。よかった。勝てたね。あのね、時々召喚チケットってなんだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。でも確か星5確定チケットじゃなかったよな。開きますよ。いや、一番一番ですね。秋山美代。秋山美代です。これからよろしく。僧侶って何すればいいのかな。っていうかスカートが結構短いな。転ばないように気をつけないと、ね、次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。今日も頑張りましょう。コース編なんてあったんだ。行ってみましょう。これ最低保証かな。ダメですね。これダメだ。1000以上。お、来るぞ星5。
夢も希望もありそうです。誰？お、なんかすごそう。演技スリーピース、ゆめくいメリー。いざナイトに変身、メリーナイトメアよ。作りが違う私に半端な攻撃は通用しないわ。メリーだが、アルケミストの桃地玉手です。怪しい薬の危険な調合はお任せくださいですよ。ルンです。魔法使いになったよ。魔法で焼肉いっぱい出せないかな。松原ほのか、僧侶になりました。金髪に癒されている私が癒す立場になるなんて。村上椎名、魔法使いです。皆さんに締め切りを守らせる魔法があれば便利なんですが。剣の無魔、演技スリーピースだ。これもユイを守るため、この三ナスビにかけてナイトとしての使命を全うしよう。心だな。すごかったです。次回も頑張ります。心を騎士きた。星が出てくるとこれ起動するんですよね。ということで演技を使います。よかった。クエストなんやけど、やっぱり曜日クエストやらなきゃね。修練場は難しそう。まあでもやってみるか。最強メンバーで挑んでどうか。っていうぐらいだよな。何も装備できない。シャドウは確か単独攻撃だったような気がする。私が何とかしないと。攻撃は最大の防御。私にも。これ見せしまい。負けるもんですか。お部屋の状況下で。すみません。もう痛いよ。もう次は負けないんだからね。おっぱい、おっぱいで慰めて。バカな。ちょっと相手が強すぎますね、これ。修練場はとりあえずスタチューを集めましょう。上級あたりがいいかな。このメンチでいいや。とにかく勝つことが大事。
何か収穫があるといいな。私が何とかしないと。痛い。やばいな、コルクが出店で狙うとやばい。一気稼いに行く。こっちこっち。それ。くれぐれも無理はしない。任せて。私は学園生活部の部長なんだから。任せ。思いっきり行くわよ。若さゆうに頼りになるわ。これぐらいなんともないよ。私だってやってみなきゃわかんないもんね。ガツンと行きます。痛いよね。コルク死んだ。せーのせっ、行くわよ。夜更かししてる悪い子はいないかな。生徒もいないし、いいわよね。気分良くなってきちゃった。のんびりするのも悪くないじゃん。ちょっと飲みすぎちゃったかしら。どういう展開なんだ。勝てたわね、みんなのおかげよ。マスたちは確保できましたが、これぐらいしかないのか。進化素材かな。じゃあ他に欲しいものって、状況行ってみるか。ましょう。こいつで決まった。思い切りやらせてもらおう。どうだ、参ったか。こいつで決まった。さあ、ダウンを奪えるか。奪えない。ねえ、元気出た。おみくじを引き当てるのってゲーム感あるよね。実質ゲームだよね。ゲーム感。やっぱ勝利するとテンション上がる。うるさいな。確かに何回もやった方がいいな。いや、よーし、私についてきてね。上等じゃないか。行くぞ。私が決めちゃってもいいかな。どうだ、参ったか。思い切りやらせてもらおう。さあ、
とけ。笑わせるのは得意だよ。ゆず、待て。よし、それならジャンプサーブ。盛り上がってきたな。気は抜かない。攻撃は最大の防御。あれれ、おかしいな。こんなお味はいかが。もう痛いよ。大丈夫、先生を信じて。私が力になるわ。健康一滴。やっちゃうな。海にチャンス。わーい、敵。こういうこともあろうかと。3、2、1、発射。花火で描くね。 OVE 青春です。勝利の味は格別だね。で、これ条件なんだろう。所持してるものが全然足りないんだ。ある程度は所持してるけど、お金が足りない。お金は大事だよということで、メインクエスト。とりあえずどんどん進めていこう。地属性の星子はいない。何でもいいから星5。そうか、そうなっちゃうんだ。どんどん進めていく。本気の一発返せるかな。私の力持っていって。これで力込めたる。私の力持っていって。この技で観念しよ。来るとは思わなかったろう。えい、気合い入れてジャンプや。行くでーす。しもた、これで力100倍や。やっと勝ったな。
上限は厳しいな。もうどうした？スピッ、スキップです。この辺順調に順当にスキップしていってどんどん先に進みましょう。あれは、まあ、よし、行ってきますね。仕留められると思うんで。かくかくしかじか。バトルです。期待に応えないと。本気の一発返せるかな。みんな大丈夫ですか。これで力込めたる。負けないからね。ちょっと本気出しちゃうからね。えい、じゃんじゃん行きますよ。私だって、えい、うわー、花が咲いたよ。結構仲良し度アップ。うわー、すごいです。ゲームで見たようなバトルが本当。これは見ます。どうですか？ほんま？ありがとうございます。これは負けしかな。です。え？こそ。なんでやねん。ほんま？なんでキラーまで。じゃあねん。嫌味。はい。大嘘つきです。ということでどんどん行きましょう。本当に安な。私に任せろ。怖いけど仕方あらへん。ちょっと本気出しちゃうからね。みんな大丈夫ですか？大丈夫、できるはずや。私はスパルタだよ。私の力持っていって。痛いけど我慢してよ。こう来るとは思わなかったろう。私だってやればできる。やっちゃった。よかった、勝てたね。
赤と青って矛盾。これは土属性。オリビアスナーやったよな。カオ先生。誰だろう。庭積み木。よっしゃ、ぼちぼち行こ。なんだかドキドキするね。最初は全然絶対。それ。やっときましょう。本気の一発返せるかな。私の力持っていって。手加減なしでやらせてもらうで。悪いけど痛いよ。私だってやればできる。たまにはエミリを見習ってね。私の力持っていって。かっこいいところ見せたる。いやあ、勝ててほんまよかったで。なんとかなるなるは別として、ああ、のり巻きののり巻き。なるほど、そうだな。え、そうなのか。そうですね。しかし、立派だな。え、そうね。そうか、それならば。ああ、何？そうか。ところで、ん？どうした？その、立派だな。すまない。ああ、え、これは有利な属性は？まあでもそれでも土ですね。土の蜜着じゃないね。クルミザ多すぎるよな。人気あるキャラクターっていうことは言えるんでしょうけど。いいよ、相手になってやる。本気の一発返せるかな。まあ、どんどんサクサク進めないと思うかな。私だって怒るんだよ。本気の一発返せるかな。私の力持っていって。うちの精一杯の攻撃よ。大丈夫ですか？
引き受けたで。倒れなかった。こう来るとは思わなかったろう。剣を取れ。戦いの時私が援護するぞ。心。大丈夫。できるはずや。とっても怖いです。とりあえず大丈夫ですか？なんという力だ。やっぱり心狙われるがち。みんなの力貸したって。いくで。しもた。これで力100倍や。勝てた。心臓に悪かったわ。どんどん乗り越えていきます。ソニャちゃん、あたしに任せろ。なんだかドキドキするね。みんな今だよ。悪いけど痛いよ。私の力持っていって。これで力込めたる。ちょっと本気出しちゃうからね。みんな大丈夫ですか？うちも負けへんから。こう来るとは思わなかったろう。来るぞ。覚悟を決めてくれ。今が攻める時。勝負できるはずや。あー、やっちゃったか。勝てた。心臓に悪かったわ。まだいけますね。着きました。衣装は早回しでいきます。バトルが続く。準備 OK やで。え、本当？気引き締めていくで。本気の一発返せるかな。だんだん敵も強化されましたね。私だって怒るんだから。まだまだ行くよ。やめてーな。私の力持っていって。かっこいいところ見せたる。たまにはエミリを見習ってね。みんな大丈夫ですか？それ、かっこいいところ見せたる。さあ、私たちの勝ち。いろんな人のとっておきが見えてますね。ちょっと何をする。
初めて違う属性が来る。緑かな。いや緑じゃない。それでもこれで行くしかないんだ。今日行ったな。やっぱり結構星5であるキャラって限られちゃいますからね。小梅で行きましょう。よし行ってきますね。期待に応えないと。悪いけど痛いよ。みんな大丈夫ですか。うちの精一杯の攻撃や。本気の一発返せるかな。負けないからね。アタック。みんな大丈夫ですか。大丈夫、できるはずや。いやー勝ててほんま良かったで。作りたいのか。あのね、ありがとうございます。すっごく助かりました。ですね。お、また星落ちた。飛んだ。地方ナイトです。戦いはあまり得意じゃないけど頑張ります。坂本果樹です。僧侶らしいです。僧侶ってことは回復担当なのかな。ここ異世界なんだ。不思議なところだね。宇宙人じゃないけど役に立てるかな。戦いは任せて。えいよーとりゃー。チアを真似てみたけれど、どう？戦士っぽいかしら。ナイトの真冬よ。前に出るのは得意じゃないけど、あなたの盾になるくらいなら造作はないわね。ちゃって。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。噛んじゃいました。
早朝、早起きは三文の徳。どれにする？金。どれにする？かっこ金。これは使っちゃいけません。これですね、メダルです。進化とか限界突破とか、これは行きましょう。星結晶、交渉成立。このパワーアップは大事。ん？果実、果実って交渉成立。なんだこのクエスト、クラフトクエストっていうのは。あ、そういうことか。いずれやりたいですね。まずはメインクエストを進めていく。ん？青だ。青が強い。強いっていうか弱点がない。青に変えられるんじゃないの？変えられますね。あ、でもこれをやると1個超えちゃうんだ。ってことは格下げ1個、あの武器を格下げするしかない。あー、そういうことか。じゃあこっちか。こっちもダメ。じゃあ彼女どちらかを装備外すしかないですね。本日ラストのクエストになります。よし、みんな頑張っていこうか。これは時間かかりそうね。負けるもんですか。自分でなんとかするから。盛り上がってきたな。負けられないの。自分で何とかするから。盛り上がってきたな。ちょっと少ないような気になりますが、ここからが本番よ。それじゃ、これでいくわ。盛り上がってきたな。痛くない。チェンジ。期待に応えないと。みんな大丈夫ですか？やば。うわ、出てきた。よし、みんなで頑張ろう。こっからあたしらのターン。ノイ、違うっての。あー、もう。八つ裂き降臨が当たった。終わったか。みんなお疲れ。連動したい。パパかっこいいミシン。14節まで行きましたね。すがすがしい朝だな。鍛えようぜ。これはなかなかいいぞ。素材はどうする？何を鍛えるんだ？ないとか。まあまあかな。何を鍛えるんだ？これ素材を使うんだ。アルケミスト。
かな。何を鍛えるんだ？鍛え終了ということで、メインクエスト第1部2章、第2節かな ?2 章かな、やっていきました。次回もおそらくこの続きやるんじゃないかなと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。ツイッターフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。